スロットルは流体を制御する機構の一つで、流路断面積を変化させて、流量を制御する装置である。主要な構成部品である弁は、スロットルバルブあるいは、絞り弁と呼ばれ、弁を操作するための構造は、スロットルレバー、スロットルペダル、ガスペダル、スロットルグリップなどのように呼ばれる。あるいは操作部を指して、スロットルと略称する場合もある。スロットルは、 ガソリンエンジンなどの横合燃焼機関では、エンジンへの吸気の流入量を調整し、エンジンの出力を調節する便である。空気取得口とインテークマニホールドの間に位置し、流路断面とほぼ同じ直径の円盤を流路に直行する軸で回転させて開閉する、バタフライバルブ式が主流である。キャブレターには、円筒や平板を流路に直行する方向に、スライドさせる。 スライドバルブ式もある。自動車用エンジンは他の用途のエンジンに比べると負荷の変動幅が大きく、スロットルを全開にする状況は限られる。スロットルを絞った運転条件では、スロットルによって吸気の流れに発生する抵抗が大きく、ポンピングロスが大きくなる。吸気経路にスロットルを用いず燃料噴射量で出力を制御するディーゼルエンジンはこの点において、 ガソリンエンジンに比べて熱効率の面で優れる。一方、ガソリンエンジンでも可変バルブ機構や気迫燃焼などの技術を採用してスロットルを廃しポンピングロスを減らす工夫が実用化されている。かつてのオート外に広く採用されていた負圧可変ベンチュリキャブレターはスロットル操作に対しベンチュリの動作が若干遅れる特徴がある。このことから エンジンの出力変化が緩やかで、かつ、広い範囲で扱いやすい特性を持っている。今日ではキャブレターに代わり、電子制御燃料噴射装置が主流となっていて、エンジンの出力特性を扱いやすくするために、電子制御で開閉する、セカンダリスロットレバルブを別に設ける場合がある。今日のほとんどの市販車用、ディーゼルエンジンでは、ガバナーの制御用に負圧を発生させるためや、 アイドリング付近の吸気騒音を低減するため、あえて、スロットルバルブが追加されている。また、排気再循環装置を採用している場合、EGR ガス導入のためにスロットルバルブ等による吸気制限が必要となる。GSX-R1000 に搭載した S-DMS 装置の開発について、公益社団法人自動車技術会、2011年9月28日閲覧。 ありがとうございます。